推理担当のレムだよ。捜査担当のリメだ。今回はセンチメンタルデスループを推理していこう。今回はどんな事件なんだ？事件の発端は主人公である朝日ノアの誕生日会だ。ノアの友人である月城ネムは二人で誕生日会をしようと言った。二人？この場には四人いるじゃないか。四人は大学生だが画面の一番左にいる樋口茜は単位が危ういんだ。そして、画面一番右の早見鈴鹿はなぜだか乗り気じゃない。こうして、四人はそれぞれの思いを抱えながら誕生日会を迎えることとなった。結局茜はサプライズをする気で、鈴鹿は何かを決意した。ノアはネムの家に向かい、ネムは自傷行為をした。自傷行為？まともな精神状態ではない彼女からプレゼントとして手帳をもらったノアだったが、ノアはとある写真を見つけてしまう。あれ？この写真って、写ってるの私だよね。でも、いつ撮った写真だろう。記憶にないんだけどな。そこに写ってるの、ノアちゃんで間違いない？うん、覚えてないけど私だよ。服とかも同じだし。でも横にいる女の子、顔の部分傷ついてるからわからないけど。ネムちゃん？信じてた。でもそこに写ってるの、やっぱりノアちゃんだったんだ。私信じてたんだよ。何かの間違いだって、きっと似てるだけの別人に決まってるって。でもやっぱりノアちゃんだった。どういうこと？それにその包丁、ネムちゃん怖いよ。許せない。私のことをずっと笑ってたんだよね。もう二度とあんな思いはしたくなかったのに。ひどいよノアちゃん。最初から私を傷つけるために私と友達になったなんて。待って、ネムちゃんが言ってることわからないよ。私はネムちゃんを傷つけたりなんてしない。私はネムちゃんのことを大切な友達だと思ってるよ、ノアちゃん。だから少し落ち着いて。なんて嘘つき。痛い？でも私の方がもっと痛いよ。信じてた人に裏切られて、少しだけ残ってた心、痛くて死んじゃった。やめて、ネムちゃん。ああ、私があげた手帳、汚れちゃった。でも、一生使ってくれたね。死ぬまで。やべえ。ノアちゃんが悪いんだからね。私、ノアちゃんのこと本当の友達だと思ってた。私だって同じ大切と思った。嘘だ。嘘つき。嘘つき。
おい、いきなりノアが死んだじゃないか。あ、あれ？あのね、この部屋に人を入れたのはノアちゃんで、2人目。私、友達いないし、本当に信用できる人しか呼びたくないから。え、どうして？今のは何？私、ノアちゃん？ネムちゃんだよね。もしかして私何かノアちゃんの気に障るようなことしちゃった？ううん、多分気のせいだと思う。疲れててちょっと変になってたみたい。白昼夢なのかな。ノアちゃん、何かいい匂いがする。それ何？あ、これ作ったの、ラザニア。え、私このラザニア好きだった。ありがとう、ノアちゃん。うん、後で一緒に食べれるといいね。ゆっくりくつろいでね。さっきのは一体、私おかしくなっちゃったのかな。うん、最近寝不足だったし疲れてたから。え、どうしたの？どうしてこの手帳を持ってるの？まだもらってないのに。変わった手帳だね。でもそれがどうしたの？これネムちゃんに。私が手帳どうしたの？ううん、なんでもない、なんでも。も、戻った？そう、このお話はループものだ。ループをして朝日ノア殺人事件の真相を解明しよう。な、なるほどな。このループにはプレゼントとしてもらった手帳が関係しているようだ。ノアが破ろうとしても破れないし、ネムは手帳のことを忘れてしまっている。こいつのおかげでループできるが、異常なものであることには変わりないな。とりあえず、行動を変えないとな。どこ行くの？ラザニア、温めて食べた方が美味しいかも。うん、それならリビングに行こう。時間ならたっぷりあるもんね。焦らなくてもいいか。何もわからない。どうして同じ時間を繰り返しているのか、どうして手帳が破けないのか、そしてどうしてネムちゃんが私を殺すのか。きっと答えを見つけない限り、私は何度でもこの時間を繰り返してしまう。とにかく今は時間が必要。必死に考えれば何か解決策が見つかるはず。ノアちゃん、本当に大丈夫？もしかして具合悪い？うん、大丈夫、ネムちゃん。そう、よかった。ほんの数分前まではネムちゃんの笑顔が大好きだった。でも今は、とにかくネムちゃんを刺激しないように普段と同じ振る舞いをしなきゃ。二人だけの誕生日会、まだ始まったばかりだからね。両親は帰ってこないからゆっくりくつろいでいいからね。飲み物は何がいい？ううん、喉乾いてないから大丈夫。そうなの？遠慮しなくていいんだよ。本当に大丈夫、ありがとう。誕生日会なのに乾杯もできないけど。
本当に飲み物いらない？ごめんね、ちょっとお腹の調子も悪くて。へえ。それなのにラザニア作ってきてくれたんだ。二人で食べるのかと思ったのに。さっきまでは大丈夫だったんだけどね。本当にごめんなさい。別に謝るほどのことじゃない。ならラザニアも温めなくていいね。ダメだ、とても普段通りになって無理。早く何か考えないと。あ、そうだ、電話だ。電話で助けを呼べばいい。あ、圏外。なんで？誰に電話しようとしたの？別に誰にも。それにほら、圏外だし。ああ、たまに圏外になっちゃうの。ちなみに家の電話も今は使えないよ。故障しちゃったのかな。そうなんだ。何か急ぎのようでもあった？ううん、大丈夫。電話で助けは呼べない。ならもうここから逃げ出すしかない。急いで玄関に向かえば。ダメ、逃げ切れる自信がない。それに今ここで逃げ出したら私はまた友達を。また？またってどういう？なんで私そんなことを。ノアちゃん、私といてつまらない？ないよ。でもノアちゃんずっと黙ってるから。違うの、ごめんね。初めてネムちゃんの家にお邪魔したから緊張してるのかも。じゃあゲームをしようよ。緊張をほぐすためにも。ゲーム？うん、楽しいゲーム。ノアちゃんのために私が考えたの。金庫？そう。さあ、番号を当ててみて。そんな、ヒントもなしじゃわからないよ。ヒントは、この部屋のどこかにあります。自由に探していいの？どうぞ。わかった。今は時間が欲しい。じっくり探索しよう。よーし、頑張るぞー。よし、これで自由に移動できるな。それにしてもどういうことだ？なぜこんなに話が食い違う？ネムの記憶にあって、ノアにない記憶があるからだね。あの写真はどう見ても今のノアだ。写真を撮ったなんて印象に残る記憶がなくなるはずがない。同意見だよ、この記憶喪失は普通じゃない。そして、目の前で普通じゃない記憶喪失をした人物がもう一人いる。ネムは手帳のことを忘れていた。その通り、この記憶喪失は手帳に起因したものだ。なら、ノアは本当に裏切ったのか？今はこれ以上の情報はない。とにかくこの状況を打破しよう。違うかな？よし。あ、いた。おめでとう。喜んでもらえてよかった。赤色のペンかな。あれ、書けない。インク切れかな。とりあえず手帳につけておこう。どうかした？ううん、なんでもない。ありがとう、ネムちゃん。どういたしまして。ゲーム楽しかったね。それじゃあまた部屋に戻ろっか。もう少しここでゆっくりしたい気もするな。すごく居心地がいいし。ダメ、私の部屋に見せたいものがあるの。
ノアちゃんに絶対見てもらいたい。いや、来てくれるよね。うん。部屋に戻るのは怖いけど、とても断る雰囲気じゃないし、それにネムちゃんはまだ私のことを大切に思ってくれてるって分かった。だからきちんと話し合えば今度こそ説得できるかもしれない。私、片付けをしてから行くから。ノアちゃん、先に部屋に戻ってて。分かった。お、壁紙がめくれてる。後ろに何かあるみたいだけど。何これ、全部私の写真。ああ、とっておきのサプライズだったのに。ノアちゃんの驚く顔、ちゃんと見たかったな。ネムちゃん、分かってくれたよね、私がどれだけノアちゃんのことが好きか。私ね、本当にノアちゃんのことが大好き。大学でずっと一人ぼっちだった私にノアちゃんが話しかけてきてくれて嬉しかった。私ね、高校時代にひどいいじめを受けてたの。だからずっと人生に希望なんて持てなかった。私、このまま孤独に一人で生きていくんだ。そんな時にノアちゃんと出会って、友達って呼べる存在ができたことが本当に嬉しかった。わかる？ノアちゃんは私を救ってくれたんだよ。ネムちゃん、私もネムちゃんのこと友達だって。笑えるでしょ。私を裏切るためだったんだもんね。それなのに私は簡単にノアちゃんを信じて、こんなに好きだったのに。ノアちゃんは私のことを騙してた。違う、私はネムちゃんのこと騙してなんて。ずっとそわそわしてたもんね。もう私にバレてるって気づいたんだよね。そうだよ、私全部知ってるんだから。ダメ、このままここにいたら私はまたネムちゃんに殺されちゃう。逃げなきゃ。逃げられると思ってるの？光ってるのはこのページ？いつの間にか赤い文字が。書いた覚えはないけど、これ私の字だ。それにこの正し書き、強い思い込めて読め。どういう意味だろう。なんだよ今の。やっぱり、ただ単にネムが危険な奴なだけじゃないか。いや、一概にそうとは言えない。あの写真は隠し撮りにしてはうまく撮れすぎている。隠し撮りに対してカメラ目線で笑顔はおかしい。でもあんな保存の仕方は。確かに行動自体は普通ではないが、あの写真はどれも傷がなかった。つまり、恨みをぶつけていないということだ。この状況は何かの間違いでできたってことか。問題なのはどんな間違いが起きたのかだね。ネムちゃんが、アカネちゃんの単位が心配だからって、
誕生日会よりも大学の方を優先してってやりとりは。ねむちゃん、私と二人きりになるためにあかねちゃんが来ないように説得したんだ。この状況を作り出すために。もしあかねちゃんが来てくれてたら会いたいよ、あかねちゃん。そうだ、アカネが来れば状況はガラリと変わる。まずはそれまで対応。護身用に持っておくに越したことはないな。このまま殺されるのを待つのは嫌。何とかして身を守らないと。ネムちゃんに襲われたらこれで。見つけた。追いかけっこはもうおしまい。来ないで。お願いだから話を聞いて、ネムちゃん。ああ怖い。その手に持ったものでどうする気なの？私を殺す？私はそんなことしたくない、できない。だからこっちに来ないで。そうだよね、ノアちゃんは優しいからできないよね。ネムちゃん、私そんな優しいノアちゃんが大好きだよ。できない、できるはずないよ。だってネムちゃんは私の大切な友達だもん。友達を殺すことなんて私はできない。でも私はできるよ。エムちゃん、やめて、やめて。それにね、ノアちゃん間違ってる。ノアちゃんは私を殺したよ。私殺してなんて。私はもう二度も死んでるの。一度目は分かってるよね。そして二度目はノアちゃんに。ネムちゃん、ごめんね。苦しいよね、痛いよね。今すぐに楽にしてあげるから、早く死んで楽になって。私頑張るから。ほら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 。嘘だろ、彼女もループしているのか。しかも二度殺されているだと。ループしたからノアの記憶がないのだろうが。現在のノアに殺意はない。ならば、突発的に何かが起きたと考えるべきだ。くそ、何がどうなってるんだ。とりあえず、次はこれを使うか。このまま殺されるのは嫌。何とかして身を守らなきゃ。見つけた。残念、もっと遊びたかったのにな。来ないで。お願いだから話を聞いて、ネムちゃん。ホアナ、ひどいよ、ホアちゃん。私たち友達じゃなかったの。ごめんなさい。でも落ち着いて話をするにはこうするしかなかったの。ネムちゃん、どうしてこんなことをするの？今さら知らばっくれるなんてひどいよ、ドアちゃん。あの写真を見たんでしょ？女の子の顔のところが削られてて、私が写ってる写真だよね。あの写真は何なの？私全然わからないよ。いつ撮影した写真なのかも、
隣に映ってる子が誰なのかもわからない。嘘だ。嘘。あの子とグルだったってわかってる。最初から私を裏切る気で近づいてきたくせに。わからない、わからないよネムちゃん。あの写真がなんだっていうの。納得できないよ。殺したいって思うほど私が何かしちゃったの。私だってわからないよ。私はただノアちゃんと友達でいたかっただけなのに、なんでみんな私を裏切るの。友達を欲しがるのがそんなにダメなことなの。ネムちゃん、もう嫌。生きていたくない。こんなに苦しいなら早く楽になりたい。私、分かったよ。ネムちゃんは何かを誤解してる。だから、その誤解が解ければ私たち、前みたいな友達に戻れるかもしれない。ノアちゃん。だから、一緒に話し合って誤解を解こう。友達に戻れるって、本当？もちろんだよ。話し合えば必ず誤解だって解けるよ。ノアちゃん、ごめんね、ごめんね。いいの、大丈夫。私はまたネムちゃんと友達に。くれるよね。最初に騙したのはノアちゃんの方なんだから。ほら、ゆっくり飲み込まれてく。ノアちゃんの体の中にズブズブって、もう見えなくなっちゃったね。全部入っちゃった。状況をまとめよう。月城ネムは過去に二度殺害されている。一度目は誰に殺害されたか不明だが、二度目はノアに殺害されたと証言した。しかし、ノアには殺意がない。気にかかるのは写真に写っていた謎の人物。何者かはわからないが、写真の傷つき方からしてネムが恨んでいたのはこの人物だ。この人物は何者なのか？ネムはどうやってループを抜けたのか？今回はここまでだ。また会おう。